また新しいイベント戦が始まりました。セクションリーグ、簡単に言うと毎日21時に行われる帝国戦で、ゴープライズという交換アイテムをゲットして、デラックス等のアイテムと交換しましょうということみたいです。ゴープライズはこんな感じでも会えるみたいですね。最大5ポイントで最低でも3ポイントもらえると、ちなみに一斉出撃イベントも開催されてるので、参戦するほど報酬いっぱいもらえるみたいですね。では試合行ってみましょい。コモノ、セクションリーグ、行きます。というわけで初セクションリーグです。マップは敵コロの3拠点ですね。最近は混合戦の2拠点ばかりだったので、オーダー対リベリオンも含めて久しぶりな気がしますね。初動は完全に弱体化が決まったカビノルン。もちろん北で地雷巻いていきますよ。ただ敵さんの圧力が少ないところを見ると北補給出てないな。確認のためにいつもの位置からバラ巻き巻き。相手側のコンテナにも敵さん見えないですねー。ジオさんが荒らしてくれたっぽいので全身全身。もし敵さんに代理がいなければ1900ちょうどに補給が降りる。まあそれもコンテナ回収ちゃんとしてればの話ですが、ここで補給が出たことを確認。時間より若干早いので敵さん代理入りましたね。ただし補給出すのが少し遅かった模様。遠慮なく補給壊しと湧いた人を倒してレベル上げ。聞くところによるとやっぱりバルバトスオンラインらしく、リベリオン同軍も怒ってるみたいですね。カビノルン同様来週には弱体ですが、本拠点ダメ減衰率次第では全然使えそうまでありますね。とりあえず北から逃げ遅れた人を処理。6バトス君も冷静に距離を取れば短期なら問題なし。こちらの代理さんが3補給指示で3取れた展開。その流れで北に敵さん流れてきたので6がピンチ。しかしここを迎撃してこそのカビノルン地雷アタック。敵さんの数多いけど守りきれるか。ここを守りきれると大きいですね。いやーしかし適当にポイポイしてるだけで入るキル。そら弱体化しますわなって話ですよ本当。なんとか6は守りきれそうな感じですね。一旦休憩、と思ったらさようなら。お次は絡み手ですよっと。北補給破壊しちゃうよん。はい、ジュナメスにやられかけましたけど生き残ったので。とにかく茶バズで北補給削り、最近ポイント下がってやる人激減しましたけど、これも必要なお仕事ですよ。ただ絵面同じなので10倍速です。はい、玉切れするまで打ち続けた茶バズの甲斐があって、無事北補給破壊でーす。大変よくできました。一方その頃、なんと味方さんがネズミ角決めてくれましたグッジョブ。これはほぼ勝ち勝ちと言っても良いかもですね。これは敵さんもある程度慣れちゃってる可能性。しかし補給しゃぶりしてるだけで何もしていない。なので少しでも X 殴ってポイチュ貢献するんじゃー。届けこの思い。もうちょっとだけー、あとちょっとだけー。さすがにゲロビは届かないか。というわけでちょっと休憩。チャンネル登録や高評価やコメントおねしゃす。モチベ上がります。後半へ続く。速報です。バンダイナムコオンラインから新作のガンダム FPS ゲームが発表されました。ガンダムエボリューションというタイトルで6対6のチームシューター、パソコン向け基本プレイ無料とのことです。クローズドベータテストのテスター募集も開始されました。簡単に言うとオーバーウォッチのガンダム版みたいな感じかと言われています。世界観やストーリーよりも対戦ゲーム重視とのことで、ガンダムを知らない人でも入りやすくするという狙いがあるそうです。モビルスーツに乗って操るというよりは自分がモビルスーツになるという感じでしょうか。個人的にはガンオンで実装されていなかったアッシマーが実装される点ですでに高得点です。はい、ガンオンニュースでした。では後半戦スタート。というかもうほぼ勝ち確定してるので、ゲージ削り切れるか的な感じもしますが、油断したら逆転は全然あり得るので、きっちり戦いたいところ。とりあえず北補給維持させないように北押し、そして逃げ遅れた人を処理といういつもの流れ。
これ以上行ってもやられるだけなので引き時ですが、なんとなく南側から行けそうな気がしたので味方さんと進軍。若干敵さんが少ないように感じたんですよね。前を進んでたストカスさんは X 行かずに出口からはA、グレイズさんと一緒に X 目指し。しかしこれはちょっと厳しいか。グレイズアインさんすまねえ、その分殴ってくるよ。光の翼で一気に X 射程圏内へ。しかしさすがに殴らせてはくれませんでした。X 人が少なかったのは敵さん南角だったからの模様。しかし無事防衛成功して核破壊してくれましたね。X 行ってて防衛間に合わずですが、ここはすぐに帰投。深追いダメ、絶対。南の返しは北か中央って決まってるので即北へ。やっぱりカビノルンは北迎撃が一番輝く。本体も地雷も輝いてますね。最後の光ってやつですかね。そういえばバランス調整の内容発表されました。リロード100て。それに射程距離も低下ときたらこれは使えなさそうですね。お情け程度の気筒40プラスはちょっと笑っちゃう。走行してるうちに6取られちゃいましたが、正直北は補給破壊が怖いだけで、補給破壊されないなら6内側が有利なんですよね。その構造を活かしてポイポイ KB しましょ。あれでもこれは6取り返せそうな感じですね。ちょくちょく敵さん来るけど明らかに人が少ない。でも核は壊してるので4取りかなと思うも4に来てなさそう。とりあえず6を無事に奪還。良い感じにポイントだけは稼げちゃってるというね。結果から言うと南オセロに人が行ってただけの模様。その返しでまたまた北に大量に敵さん来ました。ここはオセロしたくないけどさすがに厳しいか。敵さんの方が数が多い上にイノシシアタックですね。6は諦めるとしてもキルだけは頂戴しておきましょう。トツも仕掛けてるので敵さん体力少なそうなので。ここで削っておけば最後にトツする体力残らないでしょう。はい、その後4は取られちゃいましたが、やはりトツだったり KD で機体残ってなかったらしく、核も CT なので逆転は無理でしたね。なのでゲージ削り切って試合終了。いやー味方さんのおかげで解消できましたね。というわけでセクションリーグ参加してみました。参加と勝利と上位だったのでこれで5ポイントもらえました。 DX 交換は12ポイントなのであと2試合でもらえそうです。これで一斉出撃のポイントももらえるので一石二鳥ですね。割と報酬が美味しいので時間が合えば参加してみましょう。負けてもちゃんとポイントもらえるのでね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。